皆さんどうもこんにちは、ノエノンですって言いたいところなんですけれども、はい、皆さんこんにちは、ノエノン番組のノエノンです。ちょっと今クレープ食べてきたんですよ。おいスイート、もうびっくりするほど美味しかった。ケーキ屋さんのクレープだったんだけど、生クリームがおいスイートだった。もう一個いけるわ。あれは今日はですね、みんなが大好き上手のコーナーになります。何上手のコーナーと思った方いると思うんですけれども、そう、ヘアアレンジのコーナーになります。めっちゃ鼻詰まってんだよね、なんかわかんないけど、やっぱノエノン個性的な顔をしてらっしゃるので、まあ、個性的な髪型が似合うということで、アザラシもそうだけど、ファーみたいな感じだよね。ノエノンそろそろ髪の毛を切りたいんですよ。バッサリ切ってしまえた印象的な髪型にしたい。なんだろう、面白い髪型にしたいわけですよ。今年受験生です。普通にショートカットにしたいですよ。あれ、ノエノンって誰だっけみたいな、え、待ってみたいななるじゃん。そうした時に、あのショートカットの子だよみたいな、あの髪の毛パッツンの子みたいな言って、あーってなってほしいの。だから髪の毛もちょっと印象的に、このノエノンの2018年はみんなに覚えてもらおうということで、イベントとかもいっぱい出たわけですよ。ノエノンは出た時に多分もう周りは、え、誰あいつみたいな、何あの子面白いんだけど髪型みたいな、それで覚えてほしいから、目立ちたいんで、髪型から目立っていけるということで、髪の毛切りたいの、ノエノンは。今日はですね、ノエノン番組を昔から見ていただいている方は結構知ってると思うんですけれども、結構前までは、ノエノンここシースルーにしてたんですよ。バブリーダンスみたいに。そちらを今日は久しぶりにやっていくのと、ゆいぽんちゃんもやったんですけど、ノエノンショートカットどんな感じになるかっていうのは多分ね、いち早く見たいなと思った方いると思うんで、ノエノンのショートカット風の髪型をしていきます。ここを団子キッチンにして髪の毛を少し下ろしたらショートカット風になるので、ちょっとやっていきます。クレープが出てきそう。あー、勢いよく食べ過ぎましたね。はい、鏡はこれになります。光ります。全然わかんない、光ってるんですよ、周りが。照明出てるからね、相当光ってるんだけども。じゃあ、とりあえず前髪をシースルー子ちゃんにします。はい、あー、また忘れた。ちょ、ピン止め取ってきます。用意するものはピン止めを2つ以上、あとはガム。とりあえずシースルー子ちゃんにする前髪だけ残します。なんか本当に多分こうポニーテールしたらお前だな、どうしよう、明日学校ポニーテールしてかなきゃなんだけど、どうしようとか。待って、これをさ、こうしたらさ、誰みたいな、もうちょっと入れて、これもシースルー子ちゃんにしよう。ノエノンはこの前髪シースルーのやり方のことをシースルー子ちゃんで言います。何でも名前つけるかな。適当にポニーテールします。こんな感じだよ多分ノエノンのショートカットしたら。だってこれがあるから。誰？そしたら適当に髪の毛を取っていきます。どれぐらいシースルーにしようかな。今日気分によってノエノンのシースルーは変わりますからね。うわ、カッパなんだけど。面白い。ノエノンどういう髪型が似合うんだろう、コメント欄お願いします。ツインテールとか似合うよとか、こんな髪型が似合うよみたいなのくれたら嬉しいです。なんかすごい嫌だ、宇宙人なんだけど。え、くる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 って巻いていきます。こっちからね、こうやって上でくるりんぱしてもいいんだけど、角生えてるみたいになっちゃうから、ノエノンはね。角生えてるのは可愛い子もいるんですけど、はい。2つ止めます、ピン止めを。で、髪の毛下ろす。うわー、誰？なるよね。え、何この髪の毛？何この髪の毛？どっちどっちどっち？こっちに来るの？こっちか。ノエノンは顔がちっちゃくないので、小顔効果をするためにもう一回止め直します。よいしょ。どうですか？こんな感じ？え、なんかバブリーダンスそうなんだけど。てるてるてってくてってって、てるてってってるって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 。マジ、ウーパールーパーに餌あげといてって感じだね。全然おったまげてんだけど。どう？なんか、今日顔色が悪いね。おったまげーっていうことでこんな感じになります。はい、前髪を戻します。なんかね、ノエノン髪質がね、マネキンみたいなんだよ。テカテカしすぎてる感じ。多分ノエノン目が悪くて、だいたい鏡を見ても、こうぼやけて見えるから、ほんとスノーみたいな。今日いけてるわ、とか思うけど、ぼやけてこうそっちに行くから、スノーなんですよ。あ、今いいかも。とか思っても、全然画面見て編集してると、あ、終わってるか、終わってなるから、そうなの。で、ノエノンのショートカット行きましょう。ちょっと距離離れてください。あれ、ミュージカルでも持ってるからさ、全然だよね。ノエノン普通こうなったんですよ。なんか大人っぽくなったでしょ、一瞬。大人っぽく見えるじゃん。まあ、これぞ詐欺ってやつですね。はい、やってきまーす。まあ、こう前髪ちょんちょん出てるのはもう切ります、後で。あ、でもなんかこれでもなんか見えるけどね、そういう風に。え、待って、やっぱショートカットキモいかもしんない。キモいって言っちゃダメだね。なんだろう。
面白いよね。うん、面白すぎるからさ、これもパッツン切っちゃった。でもそれもおかしいんだよね。そしたらこれを残して片方をゴムで留める。これはもうボッサボサでいいです。ボサコ次は落ちる髪だけ落としていきます。カマキリみたいな顔してる。このサングラスってマジカマキリだ。カマキリこれもなんかこうなっちゃってるの。こうしたい。はい、揚げ揚げポイポイでございます。こちらが必要。そしたら結びます。ここで一旦ラスト。はい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 。そしたらこのお団子で決めるから、うん、カメラこんな感じ。こっちがこんな感じだよ。あとなんか服がこれだからなんかチャイナ感すごいよね。学校でなんであんな鏡が多いんだろう。ホラー感がすごいよね。学校に鏡が多いと怖っ。うわ子供だなぁ。ショートカットにしたら、いや今も子供だよってね、よく言う、言うみんなが言う。なんかこれ子供っぽくないとか服で言うとさ、いやまだお前子供だよみたいなツッコミよくあるあるだよね。子供っぽい服っていうのは小学生の服を言うよね。小学生でももう最近の小学生はみんなおしゃれだからすごいよね。これで終わりだ。こっちかも。どうよどうよ。土曜土曜なんだけど普通に。え、ミッキーマウスクラブハウスって感じ。ミッキーマウスクラブハウス。あ、ほらここ角度、角度詐欺、角度詐欺ちょっと。角度詐欺上手よ。口紅塗ろっか。あーちょっとすごい。こういうの気になる。こういうの気になる。ツンツンしてる感じ。これすごくいい。ショートカットって感じ。ここにここ隠したい。めっちゃ隠したい。どうでしょう。宇宙人感が本当にすごいね。宇宙人です。こんにちは。ちゃんとね、アイシャドウも引いてきてね。口紅もしてきたんだよ。あ、これめっちゃいい。この角度。ダメだ。終わりです。アウトオブスクリーン。